まして、インターン生の田中です。ここで特撮作品を毎回一つ紹介していきたいと思います。今回紹介するのは仮面ライダーダブルです。この物語はフートと呼ばれる町で暴れる怪人ドーパントに対して左翔太郎とフィリップが協力して戦っていく物語となっています。この作品の最大の特徴は左翔太郎とフィリップが2人で1人の仮面ライダーに変身することです。2人で1人の仮面ライダーに変身するというのは、左翔太郎の体にフィリップが意識を保有させることによって戦うので2人で1人ということになっています。で、左翔太郎は、現場に行ったり聞き込みなどすることによって情報を仕入れてきて、フィリップが持ち前の知識を披露して事件を解決していきます。よって探偵として事件を解決していきながら仮面ライダーと戦っている物語となっています。これで今回の紹介は終わります。よろしければチャンネル登録といいねお願いします。